はいじゃあよろしくお願いします。えー、今回高校受験対策の図形シリーズ第35弾やっていきましょう。えー、問題4問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり、不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では、早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。もうじゃあ画面下げますので、お待ちください。行くよ。よ。 まあこれ皆さんにはね全く関係ないことなんですけどあのまあ断っててね一発でもちろん OK になる時もあれば何回も取り直す時もあるわけで今回ちょっとこの動画が苦戦してまして、ね、この図形をね何回も書き直して,てそろそろ嫌になってきたっていうねここでバシッと決めた、まあ、これがね皆さんのだと目に触れてるってことは OK だったっていうことだと思うんですけど、まあ、そんな感じで気合入れてやっていこうと思います。 じゃあまずですね、今回は直方体、まあ、ティッシュ箱みたいなね、形が、えー、主役になっていて、長さを書き込んでいくとですね、まず AE、高さの部分が10。で EF、ここが8、ここが6ですね。もう何回も取ってるんで覚えておりますと。で、あとが、えー、こう、まあ、ここ、下がね、長方形になってるんで、対角線引いて、対角線引いて、ここ P になると。で、結んで、結んで、中点を取りますと。 だこの中点をもう2点2つね中点を取ってる時点でああいつ使う気じゃねえかって思ってもらえるといいんですけど、まあ、それについては2番で触れていきましょうでまず1番が EG と EC ですね、まあ、EG ここですここ、まあ、これは下の長方形について考えると分かりやすいのでいきましょう長方形下が EFGH かあスタートこっちか EFGH はいこれのの長方形の、えー、対角線ですですこれはもうここがね垂直になってますんで三平方の定理で出していきましょうこれが8これが6まあ文字で置いてもいいんですけどこのままいっちゃいましょう求めるもの多いんでね EG の2乗つまり斜辺の2乗は葉っぱ 64+6636 もしこの動画を見てる時に三平方の定理まだ習ってない中3生の方だったらと下の概要なんか 右上のビックリマークにねあの授業動画の方載せておきますのでちょっと確認しておいてください。でこうなって、まあ、右辺が100になります。で EG の2乗イコール100になるので2乗を取る代わりにプラスマイナスルートがくっつきます。これは二次方程式の解き方ですね。でルート100っていうのは10です直すと10の2乗だからねだからプラスマイナス10になるんですけど長さにマイナスはありえないので。 答えとしてはプラス十の方だけね、十が答えになります。でセンチメートルか。まずこれが E G。これね E G。ちなみにもちろん H F。こっちねこっちの対角線も十です。で E C ですね。で E C はちょっと簡易的に書きますけど、直方体とか立方体ありますよね。 で、これの E と C を結んでるので、つまりこれ対角線なんですよ。この立体のね。ここと、ここを、まあ、結んでる。これ対角線です。で、この対角線の求め方っていうのは、三平方の定義のところで、教科書にも載ってるやつで、意外と忘れられるけどね、これですね。求め方はこれと似てます。同じく EC の2乗でいきましょう。対角線の2乗は、縦の2乗足す、横の2乗足す、高さの2乗です。まあ、順番はどれでも構わないんですけど、 なんで6636プラス、えー、8波6。は <laughs> 8波64、えー、す10の2乗100ですね。で、これ、検査すると200です。200。なので、さっきと同じ要領でやると、EC イコール、プラスマイナスルート200。で、ルート200っていうのは、100×2 なんで、10ルート2ですね。で、まあ、さっきと同じく長さにマイナスはないので、答えとしては、10ルート2。まあ、センチメートル。 これが答えになりますよっといいかなで2番ですねでここでさっき言ったあいつ使うんだなって思ってほしいっていうのが出てくるんですが MN なのでここですこの長さを求めたいでえ使うのはですね三角形 CEP ですこの細長いやつあちょっと後の問題のことでは中でま塗らないんですけどこっち書き出しますね まこういう細長い三角形ができてます CEP でポイントが M と N がここの中点だしここの中点を取ってますそうすることによって何が発生するか何が使えるかっていうと中点連結定理が使えるんですよね中点連結定理中点と中点結んでるから つまり、こことここは平行になるし、比が1対2になります。MN と EP がね。まあ、もともとは上の尖ったちっちゃい三角形と大きい三角形が相似なんだよね。それは相似比が1対2だからってとこもあるんですけど、まあ、中点同士引いた場合、中点連結定なんで、1対になりますと。つまり、EP の半分なんだよね。2と1だから、半分になる。 じゃあ EP いくつかなって考えるとですね EP こここの長さですさっき EG 出しましたよねちょっと引いちゃいますねこっちもここに P がいますえ長方形の対角線結んだ時にこれは半分になりますよね長方形全部同じ長さになりますつまり EG が10ってことは EP は半分の5ですここ5ってことはこいつ5の半分なので MN イコール 2分の5センチとちゃんとね比例式比の式で求めたかったらじゃあ mn ちょっと、x、にしましょうか x 対5だよねこっち x センチこっち5センチってなってるから x 対5イコール1対2だから1対2って式を作りますで比例式っていうのは中中外外です中と7か 中中と中掛け算して外と外外掛け算します、まあ、外先にやるとですねイコール中,中で5これ解けば同じく2分の5になりますのでこうやってやってくださいぜひね中点中点出てきた時はあ中点連結成立ですかって思っていただけると割と使うからねそのまんまねじゃあちょっとあのこの場所的に次青のが分かりやすいんで見やすいと思うんでね青でいきますで次は三角形 ENM ですねちょっととがって。 三角形になりますけど、いけるかな。ちょっと曲がったけど、許して。この三角形です。三角形の面積の公式っていうのは底辺かける高さかける二分の一、もしくは割る二ですよね。で、えー、っと、小学校の時とかに、まあ、ずっとやってた三角形、こうなった時に底辺ここって。決めたら、高さどこかっていうと、もう一個の頂点から下ろした。 水線こいつが高さになりますよね底辺と高さ。じゃあああいう感じで、えー、例えばじゃあこういうふうになった時底辺ここにしますよって言われたら高さどうしますかって言われたら、まあ、こいつを延長して伸ばして垂線を下ろしてこれが高さになりますと。って関係ですよね底辺と高さっていうのは。じゃあ同じく考えていくと、まあ、当然さっきね mn を出してるから底辺はここにしましょう。 じゃあ、高さ。ね。mn からまっすぐ下に下ろした。水線の長さ出したいなって考えたときに、まあ、ここで気づけるかどうかっていうのもあるんですけど、m から p、あの、水線下ろしたときに、これ mp つながるんですよ。ぴったり。m からまっすぐ下に下ろすと p なんですよ。ちょうど。で、これなんでかっていうと、三角形 e, g, c。ここです。横に長い三角形ね。ちょっとこれ見てください。 えっ <coughs>、e、これですねまず EC の中点が M ですよねこう M まあ中点打ってるって言ってるから P ってささっきもやったけど中点なんですよ EG の真ん中だからだから P も中点なんですよね中点と中点あれっつってさっきと同じなんだよね中点連結定理だからこいつとこいつと平行だから同じく垂線になってる。 高さじゃねえかつってそれが気付ければさっきと同じですここが2対1の辺の比になってるのでちょっと消しますね右。うわっ <laughs> ごめん取れなかった。なので G C あ GC あ CG かここの長さっていうのがこ,こ CG ねここは同じく10ですよね。10。ってことはそれの半分なので MP は5です。つまり三角形 EMN ここの高さは５って分かりました。じゃあ底辺は２分の５でしょ。底辺かける高さかける三角形なんだからね。２分の１ってやってまとめると４分の２５。面積なんで平方センチメートル。これで終了となります。 まあこれでも感覚的にね、あのー、まあ本当は途中しかけって言われたらできないんだけど、もし受験の時に、これ対角線のさ、中点打ってるじゃないですか。中点ってちょうど真ん中でしょだから、この全体の立体の高さのど真ん中にいるかなと思って、10の半分じゃねここって予想ができちゃうんだよね。まあ実際それで合ってるからさ、中点になってるからね。なので、例えば、この高さを維持してね、ちょっと横に伸ばしてきて、 ここまで持ってくると。ここまで。例えば、どこにしようかな。こっちの三角形で使うか。ええまあ一回こっちで使うか。ここ。ちょっと右に大きく三角形で EECG。こうなったに EC ここね。ECG です。あ、さっきと同じか。同じで考えたときに、ここ M、まあ中点打ってますよね。で、ここの MP が気づけなくて、じゃあ、 高水線下ろしたら、ここの高さって、同じく MP。まあ、MP って分かってないけど、この三角形の高さだって思うじゃないですか。真横に持ってきただけなので、じゃあそこの長さ出したいなって考えたら、真横に M をずらしてるから、当然ここは平行です。平行で、ここに中点打ってるから、ここも中点なんですよ。ちょっと中点連結定理の変形みたいになってますけど、 片方が中点で平行っていう2個のアイテム持ってたらここ中点なのね中点連結定理が成り立つしかないからだからあ、ここ中点かあ、10の半分で高さ5じゃねでももちろんいいですこれに関してはと思います別途中式かけって言いれてないしねまあ、これも全然掛けるから中点連結定理よりって書いて大丈夫だからさ途中式でまあ、どちらのアプローチでもよろしいんですがこんな感じでやってみてください ででで王道ですすもうこのパターンですね1個面積出させた後にその面積を使って立体の体積を出させるっていう。でどこの立体かっていうと三角錐 BENM です。この ENM に B がくっつきますかこいつが頂点になる感じちょっと分かりにくいけどねよいしょ <laughs> こういう感じです三角錐です。でちょっと確認です三角錐のね確認しておきましょうこれ下入るかな まあ、すごくオーソドックスな三角錐っていうのはこういう形ですよね。底面が三角形になっていて、水だから尖ってるっていう。で、体積の求め方は、底面積、つまり下の三角形のね、底面積かける、こっから水線を下ろした高さかける三分の一です。ほにゃらら水っていうのは、底面積かける高さかける三分の一ね。だから、底面積と、 高ささえ分かっちゃえばいいわけですよ。で、今はさ、すごいずれてんの、ちょっとふにゃんって。で、ちょっと極端に書くと、同じような底面積を持ってるんだけど、高さ、あ、高さもう一個の頂点がこの辺にある感じ。ちょっと変な感じになってるけど。これが分かりにくいか。ちょっともうちょっと三角形ずらすね。こうやってこうするか。こんな感じ。 じゃあこれをね下を底面積同じくした場合高さどこかっていうと下の底面積三角形をもっと拡張しますビヨンって面を伸ばすシュンってその伸ばしたところに対して垂線を下ろしたものが高さになるんですいいじゃあ同じように B から今底面積はさ当然これ使いたいから今出してるからねわざわざ。 青のここ底面積するから B からこの青の面に水線下ろしたところの長さいくつだろうってそれさえ分かれば体積求められんじゃんって考えます方針としてはでこれどうやるかっていうとさっき言ったように底面の面積を伸ばすんですシュンってじゃあ伸ばしたらこの青の面ってどういう面になってるかそれが気づければ OK この面はですね ここですちょっと大きく書きますねもうこの直方体を AC だから真っ二つというかさなりますなぜかっていうと E と M と N がこの長さまあ、こことここを使ってるこの面をね3か所を通ってる面ってこの面なんですよ AC まあ EG を意識すると分かりやすいかな。 になってるのでこの3点通るように切ったらこの大きな ACGE で切れるじゃんっていうことに気づければいいこの面が拡張した面なんだよ B からこの大きな面への垂線を考えればいいんですいいこの B 頂点からこの下の面を大きく拡張した垂線を考えたいじゃあ B ってさ上のここのへと平面というか直長方形のとこにいるので 今 AC が出てきたわけこいつここの面にいるからじゃあ B から AC に引いた垂線これが高さになるじゃんって実際なるんですよ。そこの長さを求めればいいじゃんってこの話を変えれればあとはあれだけ勝負です。あれを求められれば終了。いいかな あもちろんねこれを求めるのもちょっと技というか解き方わからないとねあと導くことはできないんですけどまずはこの面を拡張してここまで持ってくるだから今高さが欲しかったんだけど結局 H 使ってんだよねどうしようかな O とかでいい ?O にしようかこの BO を求められればこの問題は OK なんだねっていう話が持ってこれればまあ1ステージ上がってる感じですよね1個じゃあ実際やっていきましょう 今もう上の面しか考えていないので上の面でいきます。ちょっと大きめにいきましょうか。曲がりました。ABCD ですよね。で AC をこう引いてて、ここに対して水線を引いてます。ここが X です。求めたいんです。で長さとして分かっているのはここが8、ここが6。で AC は EG と一緒ですよね。同じような対角線引いてるだけなので、ここも10と。こうなってます。 で、えーまあ、よく出てくる図形なので、この問題のためだけじゃなくて、他の問題でも活かせるので、覚えておいてください。今、直角三角形ですね。これちょっと曲がりましたけど。直角三角形の中に水線引いて直角三角形作ってるんですよ。切っちゃいます。いらないんで、お前さん。この形。直角三角形に水線引いて直角三角形作ってる時は、全部の、い全部か一番大きい三角形も、ちっちゃい二つの三角形も、全部相似です。 全部掃除の関係になってる。なぜかっていうと、例えば、でかいのと、左のちっちゃいので考えたら、垂直垂直だから、1個の角度同じですよね。い大きな三角形も、ここも垂直だから。もう1個は、ここが共通なんですよ。大きい三角形、ここ同じだから。こっちも使ってるから。2組の角度一緒でしょえー、っと、掃除なんですよ。で、大きな三角形と右のちっちゃい三角形は同じく垂直、ここが共通なんですよ。 両方使ってるからだから掃除なんですよ。ってことはこの左と右の三角形も掃除なんですよ。間にこいつが入ってくれるから。もうよく出てくる図形ね。じゃあそのどっかのね3つあるからさ2つ三角形選んで掃除比で勝負できねえかなって考えます。で、X、使ってまあどっち求めてもいいんだけどちっちゃい三角形でいこうかこっちね。えー、っと今 O だったね。ちょっと書き出しましょうか。えー、っと間違えちゃダメだね。O で C で。 b です。今、この三角形をこっちに持ってきました。で、下が x。<coughs> で、c を分かってないけど、bc は分かってるから、ここ6なんだよね。で、やると、大きな三角形と比べます。下と左上は分かってる。下と左上分かってるんですよ。揃ってるでしょじゃあ、あとはもう比例式立てれば OK。つまり、x 対6。x 対6は、8対10。 ま、この8対1の部分はね、4対5に直しちゃったら楽ですけど、これで行きましょう。で、なかなか外そう。まあ、外外から行くと、10x イコール、86418だからこう。で、x イコール、10分の48なので、5分の24か。と、こうなります。これで、欲しかった高さです。これ答えじゃないからね、まだ。欲しかった高さが出てきましたと。じゃあ、ラストです。 さっきも言ったように三角錐っていうのは底面積×高さ ×3 分の1底面積はここにあります4分の 25× 高さ5分の 24× ほにゃらら水だから3分の1がくっつきますとえーっと <laughs> ここミスでね15161210か 十でえっと体積なんで立方センチメートルとこれで終了となります。さっきやっての合ってる？あオッケーオッケーあってる。 いいかなぜひね、こんな感じで解いてみてください。もちろん最後の問題、まあ流れとしては王道なんですけど、最後がね、え手が出ないっていう方もいると思います。目指してるね、高校によっては捨て問題ではあるんですけど、この面を、平面を拡張して高さを導いて体積求めるパターンは非常に出題されやすいので、もしね、えー、ここを取れるようにしたいっていう方は、今の確認してもらった後にもう一回自力で解いて自分の力で解けるようになってください。あと、このね、図形に関してはめちゃくちゃ出てくるので、これは、ね、覚えておいて。 どんな子もね、よろしくお願いします。では、今回は高校受験対策の図形シリーズ第35弾やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。